皆さん、ヤッホーリクチャンネルのリクです。今日はですね、アマゾンでこういろいろ見てたら、ソーサンドスタジオっていうのを見つけて、ね、ノッテンさんがやってて、砂を使って ASMR ができるらしいの。ゆきみチャンネルの方でもやろうかなと思うので、楽しみにしてください。じゃあ早速紹介していきます。こちらのお値段は約4000円くらいで、普通におもちゃ屋さんとかでも売ってるらしいです。じゃあ開けてみます。じゃん、切り抜くみたいなやつと、じゃん、よくわかんないのがいっぱいありますね。じゃあ全部出します。入っていたものはこんな感じです。まずこういうパーツが、潰すやつ、伸ばすやつ、カップ、切るやつ、くり抜くやつで、こっちもなんかくり抜く感じのやつが4種類入ってました。で、あと砂が3つと、あとこの色がピンク、黄色、緑っぽい、青、緑か。で、キラキラのラメが3種類です。そして最後が本体です。で、本体の下になんかカップもあります。まずこの砂を開けて、で、紙を下に引いて、この砂をここに出します。すごい、すごいすごいすごい、あれマジックサンドみたい、ふわふわしてる、なんかクラウドスライムみたいな感じ、雲みたい。これをちょっとこうやって平らにして、で、ここにこのカラーパウダーをここに入れるんだって。最初はこんなもん入れてみます。じゃあこうやってどん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 混ぜていきます。すごい気持ちいいんだけど、やば、こんな感じのピンクになったよ。綺麗なんだけど、こうやって、いや気持ちいい、見て、やばいよ。はい、ピンク色できました。このカップに入れられます、できたら。え、じゃあちょっと黄色はちょっと半分ずつにして、黄色とさ赤混ぜればオレンジになるじゃん。違う色も作ってみよう。まずは黄色、こんなもんかな。すごい蛍光色な感じの色だね。いや気持ちいいわ。はい、黄色完成です。こんな感じ。じゃあこれもさっきの場所に入れて、次はピンクと黄色を混ぜてオレンジを作ります。はい、全部色がね出来上がりました。黄色、ピンク、オレンジ。これね、紫作ろうと思ったんですけど変な色になっちゃって、まあ黒っぽい灰色ですね、灰色です。で、あと緑です。こんな感じ。なんか本体にセットして、まず形を整えてから、なんか切ったり潰したりくり抜いたりするらしいです。多分1個だけじゃね、多分量が少ないんですよ。なのでマーブル色にしようかなと思います。ピンクと黄色取り出して、よいしょ、もう柔らかいからさ、砂が落ちちゃう。よし、ちょっとキュッて、ふん、ちょっと混ぜる感じでキュッとやれば綺麗なマーブルになると思うので、よし、まずここの部分にこれ丸いやつをセットします。そしてこれを形をギュッてやって、もう崩れないようにします。ここに置く。で、これを下に下げる。じゃん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 、おー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 、やばい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 、待って待って、え、どういうこと。で、周りのやつを取って、あれなんか微妙なんだけど、ちょ、もう一回やります。はい、お、いいかな、大丈夫かな。で、この周りのやつを取るらしいんですよ。あ、できた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 、こんな感じで丸くなった。で、そしたらこういうやつに変えて、よし、 OK、 いきます。じゃーん、うん、なんか音はあんましないですね。この音があるから、なんかここでこうやるのがね、あんまりほら音がこの音しか聞こえなかったんで、ちょっと上のこの部分だけ取って下でやってみたいと思います。よいしょ。じゃあまずこれ、なみなみ線、音のためなんで形は作んないです。あ、聞こえるわ音。こんな感じで楽しむのね音。じゃあもうそろそろ ASMR もやりたいと思います。で、他にこうやって潰したりとか、あ、聞こえるこれ。で、あとこういうのでくり抜いたりもできますね。はい、よいしょ。あー、崩れちゃいますね、ほらこんな感じで。こうやってちょっとずつ形を整えながら、よいしょよいしょよいしょ、あー、ダメだ、形が崩れちゃいます。で、くり抜こうとしてもこんな感じになっちゃいますね。
はい、じゃあね、他にもいろんな形の型とかあるので、それも使ってちょっとやってみます。これやってないね、このギザギザのやつ。よいしょ。あ、待って、私がさ手で作った形めっちゃ良くない？ほら、ちょうどフィットしたんだけど、こんな感じでいいね。ほら、パッカーンで、これとあとね、これ伸ばすやつだと思ったら、これね、くり抜くやつなんですよ。見てて、ほら、やばくない？ほらほらほら、待って、かわいいんだけど、なんか、ほいで、こうやって、ほいほい、こうやってくり抜くこともできるか、伸ばすことはできるかな。え、めっちゃいいじゃん、伸ばすのも。待って、伸ばすの最高。あ、薄くもできる。こうやってくり抜くこともできちゃいます。で、あとはこれ、私がすごい楽しみにしてたやつ。まず形を整えて、こうやってゆっくり、こうやってくり抜くやつです。ほら、ちょっと待って、もうちょい強くやった方がいいんだよね。あ、裏返っちゃった。あ、こんな感じ、こんな感じ、やばくない？で、この反対側のも使います。こうやって、もう一個あった、そう、潰すやつもあります。私ちょっと箱みたいに、こうやって丸いのをいっぱいこうね、作って入れて、入れたりして潰してみたいんですよ、私。はい、こんな感じ、見て、まん丸のがいっぱいあるでしょ、こうやって。じゃあちょっと潰して、これ形も作れそうじゃない？こうやって、よいしょ、思いっきりちゃんと形が整うように。で、ほら、待って、これめっちゃいい、すごい、これでくり抜けんじゃない？ほらほら、いいねいいねいいね、これ。はい、こんな感じです。じゃあもう一回ちょっと形を整えて、このカップで形整えるのめっちゃいい。で、次がこれ、切るやつです。切るのがこうやって、待って、切るのめっちゃいいんだけど、マジでいいです。こんな感じで切ることもできます。はい、じゃあもう一通りね、やってみたんで、早速 ASMR やってみたいと思います。待って、すんごい楽しみなんだけど。じゃあそれではマイクの準備していきましょう。はい、じゃあそれでは ASMR スタート。ぜひエアホンをつけて聞いてください。
はい、ということでね、今回ソーサンドスタジオでねちょっと遊んでみたんですけど、普通にここでやった方がいいと思います。で、音はどうでしたか？ぜひ感想コメントで書いてください。で、 ASMR の長い動画を ASMR ゆきみチャンネルでアップしたので、そちらもぜひ見てみてください。はい、ということで、この動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。概要欄から私の SNS もフォロー、そして私のグッズもぜひ見てみてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。